皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、超名言100より、あなたは不自由になれるほど自由である、ということを考察してみたいと思います。今日のお話は、こちらの本、私結構好きな本なんですけれども、3秒でハッピーになれる超名言100っていう本がありましてですね、いろいろとこう人生を考えたり自分がどうしていくかを考えるようなあの話がいろいろ載ってるんですけれども、その中で私が一番ですねこうグッときた言葉があって、それを今日はちょっとあのいろいろとね考える方とかいらっしゃるようなんで、あの少しでもヒントになればと思ってお話をしようと思っているのがこちらの9番のところですね。あなたは不自由になれるほど自由であるという言葉です。バシャールっていう方があの書いた言葉ですね。出典人生に奇跡を起こすバシャール名言集っていうところから引用しているようなんですけれども、私はあの非常識っていうことももちろん語っているし、それは常識の枠を超える飛び越えるっていう意味で非常識っていう言葉を使っているんですが、同時に自由っていう言葉が大好きで、自分が不自由だったからですよ。その物理的な不自由さっていう意味の不自由です。心はもちろんいつでも自由だったんですけれども、その自由っていう言葉が大好きだから、社名の事業体に全部リバティの意味での L っていうのを入れてるんですね。リブラクリエーションのリブラっていうのもリバティがベースになって L っていう字が入ってますし、リプラスのリもリバティが入ってますし、あのリビング企業アカデミーもあの偶然にして L っていうね、リビング企業アカデミーリビングが入っている、 L が入っているということで、あの L が私の事業体には全部入ってきているわけなんですね。それのベースの単語は実はリバティっていう言葉なんで、自由、しかも与えられるフリーダムの方ではなくリバティ、勝ち取る方の自由になるので、それと考え方がちょっと似ている部分があったので、これをちょっと今日は考察をしてみたいと思うんですけれどもね。よくですね、私はこういうふうに言われて育ってきたからこうなんだとか、それが親を恨む言葉であったりとか、場合によっては夫を恨む言葉であったりとか、会社が悪いとかいう環境を恨む言葉であったりとか、誰かを、要は自分じゃない誰かを恨んだりとか、それによって今自分はこういうふうになってしまっているっていう不幸を語る方とかいらっしゃるんですけれども、この出典のこの言葉を借りると、あなたは不自由になれるほど自由であるっていうことなんですよね。あの生命の危機にさらされている人はそもそも不自由になれる云々っていうことすら選択することができないような世界に暮らしている方だっているわけなので、不自由でいる自分を作るほど自由があるっていうことなんですよね。本来はあの母にそう言われたから、知事にそう言われたから、その人生になってしまったっていう方もいらっしゃるんですけれども、それは自分がそれを選んでるっていうことに気づけば、いつでもその呪縛から解き放たれることはできるわけですよね。時間が例えばないっていう物理的なものも、本当に時間がないのかもしれないけれども、ないと思ってるからない、要は時間がないっていう自分を自分で決めているっていうことですよね。本当にないんだろうかっていうのを考察すると案外あったりとかするわけですよね。で、ここのね文章の横のところに書かれている考察のところで、自由っていう字は、自由っていう字は自らによるっていう字を書くんですけれどもね。だからバシャールの言葉を借りると、あなたは常に自由ですと、自由だからこそ自分は自由でないという自由と自由に感じることができる、自由に感じられない経験があるのは、あなたには自由に感じない経験をも選択する自由があるということ、そこまであなたは自由なのですっていうことなんですね。だから私の違う言葉で言い換えると、自分が不幸だと思っている場合には、その思っていること、もちろん不幸なのかもしれません、でも
そのこと自体が、全てではないということです。不幸であるということを選択しているということになります。一つのことは必ず表裏一体なので、表の面と裏の面と当然両方あるわけで、一個の現象だったとしても捉え方によっていい方にも捉えられるし悪い方にも捉えられるので、どちらに捉えることもできるのはあなたの自由ということになります。例えば厳しい親に育てられたから子どもの頃自分が選択する自由がなかった。確かに親に庇護されているうちの子どもっていうのは自立して自分が何をするっていうのを選択することはもしかしたらできなかったかもしれません。だけれども、その過去を引きずって昔親がそうしたから自分はそうできなかったんだっていう過去に縛られていては先に進みようがないですよね。なぜなら今はもうあなたは大人であり、自分の人生を自分で選び取る自由があるからです。で、これはもう一つ言うと今度夫婦関係に至っても言える話です。うちの夫はこうだから自分は何もできないとか、うちの夫はこれをダメだと言うからできないということですね。で、できないという不自由さを選んでるのはあなた自身であって、例えばその旦那さんを変える努力をしてみたかとかですね、分かりやすい。もううちの旦那は変わらないのよっていうふうにもしも諦めてるんだとしたら、そこで我慢する自由もあるし、外へ出ていく自由もありますよね、本来は。だって私そんな経済力ないもん、出ていけない。とすると家に残る自由をあなたは選んだことになるので、その段において旦那が何もこうもって言ったとしても、自分でその場所にいるということを選んだわけだから、その場所に立って生きていくということを選択したことになりますよね。ですから、そこは自分が決めている不自由さと自由さっていうことになっていくわけですよね。ですから案外人生の自由と不自由さっていうのは自分が決めているっていうふうに考えれば、結構何でも自由になってるっていうことを自分で本当は自覚することができるはずなんですよね。よく周りの環境を不平不満を言う人っていうのは自分以外のところに要因を求めようとする人が結構多いんですけれども、そこにいることを選択しているのも自分なんですよね。だから、例えば転職の話とか、独立自営とかいうところに移りたいとかいうのもなかなかできないっていう人がいるのも事実、確かに環境が許さないところもあるかもしれないけれども、その人生と環境を選んでるのもご自身なわけですよね。だから自分で主体的に選んでるんだ、そこに立つことを自分で主体的に決めてるんだというふうに思えば、不自由っていう言葉は通常なくなるはずなんですよ。自分が選んでる自由だからです、本来はね。なので、この本のところでまたエピソードとか載ってるんですけどね、僕の父は教育に厳しい人で、僕は勉強しないことには家庭に居場所がなく、中学生の時から休日は1日8時間も勉強させられていました。だから僕は性格が暗くなってしまったんだと父を恨んでいたことさえあります。でも思い返してみると弟の方はさほど勉強せずに友達とよく遊びに出かけていて、性格も明るかった。あれれ、当時の僕は勉強するしかないと思い込んでいましたが、弟は普通に自分の意思で遊んでいた。しかも勉強しなくても弟は父から愛されてましたっていうことで。だからこの方っていうのは途中で気がついたんですけど、勉強しないと家庭に居場所がないっていうふうにルールを決めたのはご本人です。自由を制限してそうしなくてはいけない。だから勉強させられていたのではなく、自分で1日8時間勉強するっていう不自由を自分で選んでいたっていうことなんですよね。だからこのエピソードで大事なのは、不自由を選んでいたということに自分が気づけば、不自由を手放すことだって選べたんです、本当は。だから気づけば選べるっていうことなんですね。だから今自分の状況がもしもうまくいっていない、環境が悪いとか
状況が悪いっていうふうに感じている方がいらっしゃるとすると、その状況は自分が選んでいるというふうに考えることができるのであれば、自分で何かを変えていくとか、自分でその不自由さをどうやって自由に変えていくかっていうヒントにおそらくなるはずなんですよ。だからこの名言っていうのは、その案外しなくてはならないとかねばならないというふうに思ってしまっていることは、自分が勝手に考えている場合もあると、自分自身の常識を疑ってみる方がいいというきっかけとして考えてみていただければなというふうに思います。自分が今不幸だとか、こんな状態は本当は嫌だと思うのであれば、その場から出るとか変えるっていうことを選ぶ選択肢もご自身にあるっていうことを理解すると、それだけでも未来はだいぶ変わっていくかと思いますので、そんな形で今日のお話は参考にしてみていただければと思います。最後にね、もう一回言いますよ、あなたは不自由になれるほど自由である。だから不自由は全然不自由ではなく、自分が選択した自由であるっていうことですね。はい、そんなことを今日はお伝えしてみたいと思いますので、ご参考になさってください。それでは。